エアコンって体に良くないみたいなイメージを持ってこう我慢してる人が結構多いなと。もちろんガンガン冷やして朝まで冷やしっぱなしが良くないのは間違いないんですけど、使い方によってはエアコンを活用していい睡眠をとるってことは有効であると考えてますので。8月になりました。暑いっすね。暑いっす。日々暑くなってます。もう今も西日がすごくてエアコンをガンガン効かせるという状況ですが睡眠もかなりこう8月になると変わってきてしまうと思うんですが、対策とか気をつけたいポイントってありますか？8月。そうですね、今もねエアコンこの部屋効いてて快適ですけど、いろんな方とお話ししてると、はい、エアコンって体に良くないみたいなイメージを持ってこう我慢してる人が結構多いなと。中高年とかの女性の方とかって結構我慢して窓開けて扇風機で風回してとか、まあ、それすごくいいことだと思うんですけど、いい睡眠を取ろうと思うとですね、やはりまあエアコンって僕は活用した方がいいと思ってるんですよ。もちろんガンガン冷やして朝まで冷やしっぱなしが良くないのは間違いないんですけど、使い方によってはエアコンを活用していい睡眠をとるってことは有効であると考えてますので、そういったところで乗り越えればいいかなと僕は思ってるんですけども、うちの実家がもうまさにおっしゃってたようにエアコンアンチなんですよ。アンチエアコンなんですよ。夏実家帰ると寝苦しいっていう、寝苦しいのが夏だみたいなとこまでもう行っちゃうぐらいの世代なんですよね。まあ、それはそれで否定はしないですけど、脱水症状的な違う理由で若いうちはなんとかなってたけども、うちの親も70代行ってますんで、最近ちょっと気をつけてねっていうことで、エアコンを確かに入れたって話は聞きました。夜もあってもいいんですか？いいですよ。室温が大体26度ぐらいまで落ち着くようにしてあげる方がやっぱり人間は快適というか、温度だけじゃなくてやはりこう湿度も同時に見ないといけないんですけど、やっぱこう湿気てる時と乾燥してる時とかでその温度は同じなのに体感温度が違うとかあるじゃないですか。やはり湿度はやっぱ 50% ぐらいに保てるようにして、まあ、ストライクゾーンは40から60ぐらいの中でとどまるように、湿度のコントロールプラス室温がまあ26度ぐらい、まあ、25、6ぐらいに収まるような設定で夜はお過ごしいただくといいと思うんですけど、問題はですね、寝るときって体温が下がっていくので、はい、その冷えてる感じが心地よくて、しかも体温が下がっていくというところにプラスに働いて、どん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 深い睡眠に入っていけるんですけど、何が問題って起きる2、3時間前ぐらいから体温上がってくるんですね。人間の体っていうのは上がってくる時にもうガンガン冷やしてると、そこにエンジンがかかりにくいっていうことで、まあ、朝が起きにくかったりとか、しっかり一晩朝まで通してぐっすり深い睡眠が取れなかったりとかしてしまうっていうところが懸念されるところなので、例えば7時に起きるとして、そしたらまあ5時ぐらいとか4時とかそれぐらいまではエアコンがかかっている状態。なるほど。でタイマーで切れて、そこからは自然とこう少しずつ室温も高くなっていくにつれて覚醒度も上がっていって、起きたい時間にちょうどいい、ちょっと汗ばむぐらいで起きるっていうのが実は良かったりするんですよ。もう汗かいて起きるとかじゃなくて、ほんのりちょっと暑いなって感じて、しかもそれがちょうど起きる時間だぐらいがもう起きる体の体温の推移としてはまあベストぐらいだと思うので、そういうコントロールができるといいかなと思います。それは寝入ってから何時間ぐらいで切れるという計算が良いのか、起きる時間から逆算して何時間前に切れる、これどちらの方がより理想ですか？起きる時間がもう決まってるんであれば、起きる時間から逆算して2時間から3時間前、まあ、その辺はその個人差があって全然いいと思うんですけど、はい、まあ、それぐらいで設定してでいいと思います。朝のじゃあラジオ体操に出なきゃいけない、今ラジオ体操行ってるか分かりませんけど、そうですね、あの小学生たちは6時半6時には起きてると、はい、そしたら5、4、4時とか3時半ぐらいにカチッと切れて、そうですね、ちょっとこう暑いなっていうのと感じで起きてくるっていうのは、そういったタイプが、はい、小学生すごくこう代謝も良くてこう汗かいたりするところなので、うん、まあ、こう親御さんと一緒に寝てるご家庭なんかは非常に難しい、うん、お父さんは暑がってる、はい、お母さんは寒がってる、はい、そういうのがやっぱあるあるだと思うんで、うん、その辺のこう権力
まあその誰がチャンネル持ってるかでテレビのチャンネルが決まるみたいな、ちょっと昭和世代らしいですけど、そういったところ正直あると思うんで、はい、まあ、その辺はご家庭によるかなと思いますけど、まあ、お子さんは、まあ、今の話ちょっと冗談ですけど分かりやすかったんで例えしましたけど、起きる前の、まあ、2、3時間前を一つ基準にタイムがオフになるのがいいですよっていうことです。そうですね、エアコンの設定温度ではなく、まあ、結果としての室温の話なので、はい、それが例えば地域というか国とかによってはそのエアコンの設定温度を下げないとそれぐらい下がらないっていう環境であれば下げなきゃいけないですし、はい、まあ、その辺はなんか28度でやっててもめっちゃ涼しかったりとか、確かにいろいろあるじゃないですか、はい、なので結果としてですね、設定温度ではなくてではない体感というか屋内の温度を見るっていうことですね。ちょっと余談と言いますか、はい、冬場は室温は18度ぐらい保つのがいいと、うん、じゃあエアコン18度ってわけじゃないじゃないですか、うん、なので結果として18度ぐらいになる、まあ、夏だったら26、もうちょっと下げてもいいんですけど、やはりそれだけエアコンを強めないといけなかったりすると思いますし、できればその26度ぐらいで、あとは湿度のコントロールと、あとは風を回すとかして、それで心地よく敷きパッドとかでもこう冷感のものとかいろいろ涼しくなるように工夫していただいて、温度で心地よく眠れるようにしていくがいいと思います。先ほどのファンを風を回すっておっしゃってましたけど、同時にサーキュレーターみたいにこう循環させるっていうのはいいですか？そうですね、エアコンの風向きがやっぱ直接当たらない方がやっぱいいですし、乾燥こう口が乾いちゃうとやっぱり目が覚めやすくなったりむせてしまったりとかしますので、うん、なるべく当たらないように、けど全体をもっと冷たい風を回すためにもサーキュレーターこういろんな動きしてくれるってやつあるじゃないですか、はい、横だけじゃない、はい、上だけじゃない、変幻自在、そう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 、ね、あんなんでこうぐるっと循環させると部屋全体が涼しくなったりしますので、エアコンの風向きもそうだし、やっぱ扇風機をこう直接体に当て続けるっていうのもやはりさっきと同じ理由でやっぱ良くなかったりするので、なるべく体を冷やすというかはお部屋空間を冷やすという意味合いで使っていただく方が健康的だと思います。扇風機で直に風を感じながら寝るよりはエアコンを使って部屋全体を少し温度を下げる方が健康的な、まあ、睡眠を取れている解釈でよろしいですか？そうですね、うん、もちろん窓を開けて涼しくて風通りも良くて、うん、心地いい夜ってあるじゃないですか、はい、あの時に扇風機首振りとかで心地よく眠れるんだったらもちろんそれはそれでいいんですけど、まあ、あくまでもこう熱帯夜で寝苦しい、そんな時に我慢してそのエアコンをつけないっていうのはあまり良くない、もうそこはエアコン活用しての方が絶対いいと思います、うん、ずっとエアコンつけっぱなしの生活とさっきのようにこうオフにしていただく生活とちょっとこう比較してみて、目覚めの感じとかをね比較してみてもらえるといいかもしれません、ね、そうですね、僕自身ももちろん試してやりましたし、はい、いろんな人にそれをアドバイスして聞くと、いかに朝までエアコンをつけっぱなしで寝た時の朝がこうズーンって心地いいんですよ。寝てる時は気持ちいいみたいな感じで寝てるのに、起きなきゃいけない時間にまだ寝ていたいみたいな感じになる、はい、一方でエアコンが切れててなんかちょっと暑いなっていうところで目が覚めると起きなきゃいけない時間なので、はい、まあ、起きようってなんか思えると、うん、なんかこう回復した感じが違う気がするっていう声は実際いくつもいただけてるので、やはり体感としてはそっちの方がいいなと思えればあとは習慣づけれると思うんですけど、心地よさという魅力が強いんで、はい、頑張っていただくしかないとは思いますけども、その日中の過ごし方がどう変わるかっていうのはかなり目覚めが違うと思うので、はい、まあ、試していただきたいですね。そうですね、はい、今日はちょっとね、エアコンの一番暑い盛りですが、エアコンとの付き合い方について今日お伺いしました。今日もありがとうございました。ありがとうございました、はい。